ザ・サンブラインド・テートギャラリー像、フアングリスは、スペインに生まれ、フランスのパリで活躍した、キュビスムの画家。その名前は、カタカナ表記では、ファングリス、ホアングリス、ジュアングリなどと書かれることもある。本名は、ホセ・ヴィクトリアーノ・ゴンサレス・ペレス。ピュートーグループにも属するとされる。マドリード出身。同地で美術を学び、1906年にパリに出る。 ピカソとブラックのアトリエの近くに住み大きな影響を受けてキュビスムの絵画の制作を始める。その作品はキュビスムの中でもカラフルな色彩を持っており、形態も分析的キュビスムや総合的キュビスムの理論に沿っていると思われるが比較的明確な形態でいずれの作品も何が描かれているかわかりやすいものである。ピカソとブラックがキュビスムから離れた後もグリスは キュビスムにとどまり、ピュリスムのエスプリヌーボーへの投稿なども含めて、生涯キュビストとしての活動を続けた。長い闘病生活の末に、尿毒症により、ブローニュイコールビアンクールで死去、同地のブローニュシュルセーヌーボ墓チに埋葬された。その描画においては、キュビスムの最大の特徴の一つである画面の細かな、分割を基本にして、黄金分割を重視したり、 色彩が反転するような画面構成を意識的に多用したりしており、見た目や感覚だけではなく、理論を重んじていたことが伺われる。そのため、キュビストの画家の中でも、ピカソとブラックに次いで、その理論に忠実であると言われることや、ピュートーグループの他の作家たちとは一線を画すと評価されることがある。日本では展覧会や書籍において大きく取り上げられたことはないが、 英文では例えば次の書籍がある。ありがとうございます。